イエーイ、ガミくんです。今回はオリハルコンやっていこうと思います。初見ですね。で、ギミックが重力必須、ダメを必須で、モラルのやつかな、防御状態の時はどうのこうのっていう。なんで、この重力ダメをで、最近使ってない、あの、シンジをちょっと使って今回やっていこうと思います。これだね。で、最近はシンジ使ってないんで、まあ、これでやっていこうかな。はい。じゃあ、これでいきます。やっぱ超 AGB なんで、すごい、まあ、シンジは使えるかなと思うんですよね。で、殴りあるし、殴りで回復もできるから、結構便利ぞ。で、トゥーフォール使っていきます。さっきキルア使ったんですけど、キルアは、やっぱりダメを触れると大変だったんですよね。なんでやめときます。いや、やっぱトゥーフォール、時代はトゥーフォールよ。さっきの真珠のあの削りは一体何だったのかレベル。はい。ということで倒します。はい。で、遅延します。で、ダメを出してくるのが靴雑魚だったら、多分遅延させれば大丈夫だよね、これ。だからこれも反撃で。で、プヨも、だから結局あれだから、配置調整用のキャラだから、はい。ほらほら、やっぱトゥーホールなんですね、時代は。いや、やっぱちょっとやりすぎた感ある。正直これが、あの、フラパじゃないや、あの、モンフリの目玉でも良かったんじゃないか説でいい気がするんで、これで。ほらで、捨てにまでは、あの、さっきキルア、これと真珠の間にキルア使ってみて失敗したんで、ここまでは知ってます。まあ、これ横間で上がって、横間で上がって下がって調整して、はい。はい。うわ、でも意外と、さすがに、さすがにちょっときついな、これ。あ、でもトゥーホール接待、上下なんですね。はい。これで友情出して、まあ、ちょっとずつ、で、殴らないようにしないといけないっていうのが、逆にちょっと調整しないといけないんですよ。はい。なんで、まあ、これで貫通して、まあ、これでこうなります。あ、おぉ、友情ロック、うわー、マジかー、これは、あの、トゥーホール接待だわ。まあ、とりあえずこれ1体でさすがにだね。で、そしたら、これ、上切る？あー、上切る。そしたら、これは、あー。はい。はい。はい。まあ、これはもうしょうがないね。絶対殴っちゃう。で、こっちは、まあ、ここで、これになって、これになって、反射になって、なんとかなります。はい。で、今度こっちか。でもこれはもう右行ったらいいからね。で、これで右行って、はい。いや、逆にボスを殴ったらダメなモラルみたいな感じになってるのは結構難しいぞ。ただそのおかげで遅延はできたね。うわぁ、触れられねえ。これ、いける？なんとか 2P に触れたいな。はい。いや、これで、よし！いや、やっぱ2ホールでしょ。で、反撃起動しました。あのプニって何してきたっけ？ああ、ホミングか。いや、意外と痛い。そしたら、殴ったらダメなんですよね、あいつを。オリハルコンを。だから、こう打って。はい。だから、こう打って、すぐ行って、一回だけ。おぉ。いや、弱点ないんだけど、弱点なくてこれだけね。いや、やっぱ、トゥーホールは、あの、1年早すぎた気がする。来年の春ぐらいに実装しても、全然前線で戦える気がするわ。なんで、これもまあ横勘で、はい。ほら、一手抜けですよ。これ多分、適正？なんだろう、適正。あの、重力、ダメを貫通でしょ？オペコとか、あ、ウリエルいるな、ウリエル接待だね。で、これで、だから殴らないように調整しつつ、ドクロもないから、やっぱ殴ったらダメね。はい。でもこれ、あれか、ダメを出すの多分、あれだね、ビットンだから、遅延効かないね。なんで、あー、ゆっくり、そうすると、はい。なんとかこれで、よし。いや、やっぱトゥーホールは、性能全部噛み合いすぎてるから、よくないんですよ。なんて言うんだろう。強キャラによくある、あー、ここは下げられたんだな、みたいな。ルシファー実装時の防御ダウンブラストみたいな、ああいうのがないから、下げられたとこないでしょ、これ。それで、はい、救助出します。で、これで反撃モード発動するんで、あ、ちょっと SS 使ってもよかったかもしれない。ダメを多分誰か展開するでし
やっぱり。ちょっと待って、これは、上行くと、なんか二重展開じゃん。多分今までこれ二面展開しかなかったから、ちょっと一面だけっていうのがすごい不安なんですけど。いや、間違えて殴ったのがもう不正解だからな、これ。はい。で、次が 1P だから、で、そっち。だからこれは殴ったらダメなんですよね。だからこっちを、だからこのプヨとこの靴の間でなんとかします。はい。ほら、ほら、やっぱおかしいな。で、遅延します。いや、5分じゃん。ビットンはいる？いなくね？あ、やべ、これ下だ！下にゃん！これ抜けられないでしょ！うわぁ、失敗したな、これ。しかも、ごちゃごちゃすぎな。これもしかしたら負けるかもしれない。ごちゃごちゃすぎて。はい。いや、やっぱすり抜けられないよね、この隙間。うわぁ、配置ダメだな。これちょっと配置考えながら帰ってこないとダメだかもしれない。やっぱりね、やっぱそしたら、あー、ゆっくり来たけど、これ触れられてるかな。まあちょっとこう打って、はい。いやー、ちょっと、よくないわ、これ。いや、あいつあんなでかいの。いや、びびびびびび、これ、せっせっせっと。なんで、これは遅延しないとまずい。ハートも取らないとまずい。いろいろまずいっす。はい。これでこれでこう打って、まあ、この辺置いといて。いやー、やっぱ全然倒せない。一体だけでダメ。これはやっぱちょっと味方固めて配置しないと死ぬな、多分。で、ボスも遅延します。はい。いや、勝った抜けらね、敵多すぎ。いや、この右下に固めないとダメだな。で、あっちは抜けられんし、あー。よし、抜けた。で、やっぱり遅延で、靴底の動きを止めればなんとかなるんで、結構いけそうな気がする。おお、すげえ、神配置。これ誰でもいいから誘発できればなんとかなるでしょ。おお、これ、いけるまあいいや、とりあえずこれ遅延します。左下がダメを展開するからね。いや、嫌がらせでしょ。はぶられてんじゃん。アイドルの闇出ちゃってる。うわー、よくない。これは。で、これで、で、この火だめがマジででかいんですよね。そしたら、剣ももらってる、靴雑魚はそこ、倒すべき敵がそんなにいないから、まあ、ここは別に何もしなくていいや。はい。で、これで友情で、倒します。で、次だな、次でボスも遅延して、プヨも遅延しないと、結構まずい気がするんですよね。おー、これ。だから、ボスよりもプヨを遅延しないとまずい。で、誘発すれば適当に、あ、そうだ。あ、もうあれだ。価値はもうあれなんですね。もう靴雑魚は意味ないから、これはとりあえずこっち止めに、いや、これも止めに行きます。はい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 。で、ボスも一応止めましたけど、多分そんなに意味ない気がする。あー、これランダムなんですよね。あー。そしたらそこ止めるということは、まあ、ここで逃げりゃいいでしょ。ここで逃げることでなんとかなる。はい。はい。まあ、なんとかなりそうな気がするけど、友情で。おー、よし。あぶね。いや、トゥーホールも頑張ればいけると。いや、結構ランダムダメよだから、まあ、HP 見たらわかるけど、一発じゃ来れないね。結構ランダム運と、あと、配置さっきみたいに、はぶられたら終わりだからね。アイドルの闇出ちゃったら終わりだから、ちょっと気をつけましょう。はい、終わります。ごきげんよう。